ンモン傷を黒ひげにつけられて、アニメ版だと似合ってるぜその傷みたいなセリフがね、黒ひげにあったりするんですけど、フィガーランド家だったらお前三本線に傷があるその目じゃなきゃいけねえだろみたいな。おかかですよさん、800円ありがとうございます。初めて生配信参加します。イム様とミホークの目が同じ目なのがとても引っかかるのですが、自分はナルトのシャリンガンみたく一定の種族だけが発言するみたいな感じだと思ってます。持ち説の意見聞かせていただけたら嬉しいですと。まあ私は自分で考察出してますね、この目に関してはね。答えまで差し迫ってるわけではないですけど、この目になってるのがまあイム様、ミホーク、ズニーシャとかなんですけど、その他に例えばキャベンディッシュとかがね、ハーフ&ハーフって言って白馬とキャベンディッシュの二重人格だっていうことがわかるんですけど、目がイム様、ミホークとズニシャと同じ目になってるとかで、あとプリンっていうのもサンジを騙してる可愛いプリンと、ふざけんなこのエロガッパって言ってる悪いプリン、これが同時に描かれることもあるんですけど、いい方は普通の目、悪い方はイム様と同じ目みたいなところがあるんで、まあわかんないですけど、この時点で何か共通点を答えなさいって言うんだったら、やっぱり二面性っていうのが表現されているのかなっていうねところなんで、イム様、ミホーク、ズニシャ、彼らにも二面性があるのかなっていうね、私の中ではそんな感じで、それが種族なのか否かっていうのは、まあでも種族でしかないよね、絶対にね。そういう目を持った種族がいる、現にミホがいるから。でまあイム様の左目っていうのが、サボが食らったイム様法の時にイム様の左目っていうのがボンって作中初めてまともに描かれたわけですけど、よーく見ると二重の目に三本の傷っていうか線みたいなのが描かれてるみたいなところがあるんで、イム様の種族っていうのがフィガーランド家なんじゃないかみたいなねところだよね。フィガーランドイム、フィガーランドシャンクス、フィガーランドミホークとかね、わかんないけど、だったらなんでシャンクスイム様と同じ目じゃねえのっていうね、ツッコミが来そうですけど、母方なのか父方なのか違う方の血でその目にはならなかったっていう話なのかな、わかんないけど。でまあ三本傷を黒ひげにつけられて、アニメ版だと似合ってるぜその傷みたいなセリフがね、黒ひげにあったりするんですけど、フィガーランド家だったらお前三本線に傷があるその目じゃなきゃいけねえだろみたいなところなんじゃないかみたいなね、なんかその辺だよね。そういうことかいみたいな答え合わせ欲しいよね、この目に関してはね、どうなのかというねところでございます。72さん、600ありがとうございます。もち先生こんばんは、いつも楽しく拝見させておりますと。ジャンプ10ページのワールドコレクタブルフィギュアのところで、ギアフィフスルフィと大口の真神神獣型ヤマトの目が意味深にもイム様の目と類似している風に見えるのですが、これはどういう見方ができるのでしょうかと。ニカとイムが同じ目をしているでいいんじゃないですかね。まずはそれがどういう意味かで、ニカってで、まあ、実在したのか空想か、人を笑わせ苦悩から解放する戦士の目がイム様と同じ色の目をしてた。だからその初代ニカっていうのがいるとして、その初代ニカとイム様が単純に考えれば何らかの血縁関係なのか関係があった、あるいは人の身モデルニカっていうのを誰が作ったかっていうので、同じ赤い目に設定したやつがいいんだよね。だからニカとイムが関係があるってことだよね、まずはね。場合によっては血縁関係なのか同じ血を引く何かなのかっていう、単純に考えればまずはそこがある。でまあ大口の真神も一応神っちゃ神だからね、神がつくのが赤い目になる、単純に考えてしょ。じゃあミホークもか、ミホークもそうか、そう考えていくしかないよな。じゃあたまたま赤い目のやつがじゃあ全員神様ってことになっちゃうんすけど、じゃないところでなんで目の色が同じなんですかを説明するとすらむずいよね。しかもヤマトもだからね、赤い目といえばウサギ、ウサギ、それはあるんですね。目が赤いといえばウサギ、ウサギといえば月みたいなところで、まあスーロンもまあみんな目が赤くなってる描写があると、で赤い目といえばニカのカラーリングのギアフィフスのルフィも目が赤いで、イム様も目が赤いで、大口の真神も目が赤い。だから神が目が赤いというよりは月に関係している奴ら、月で本領を発揮した時に目が赤くなるみたいな。じゃあミホーク何なんだってなるんだけど、だミホークも月と関わりのあるなんか種族的なことなのか、ミホークが例外として出てくるから、ミホークも説明できなきゃいけないとなるとかなり大変だよ。でもまあまあそのぐらいのところか。神様あるいは月と関連している可能性があると。
346さん、2440ありがとうございます。麦わら帽子の妄想です。結論は太陽神ニカのものすごい強さと引き換えのリスクを軽減するアイテムだと思います。ルフィは他の能力者に比べてリスクが多くて、ギアセカンドからフィフスの技後体に異常が起きています。今後能力の使いすぎで起こりうるルフィの体の大きな異常、またはニカの意思による乗っ取りなどを防ぐためのアイテムかなと。ならシャンクスが帽子を預け立派な海賊になった今も固くなに合わずに返してもらおうとしない理由など辻褄が合う。リム様の巨大な帽子もニカ対策。デメリットの削減みたいなのかは分かんないですけど、ルフィの能力とかに関係している雰囲気で、俺も考察一回したんすけど、麦わら帽子に D の意思が込められてて、これを仮免許としてルフィに預けた。本当に D の意思を受け継ぐ人間かテスト期間中みたいなね。その麦わら帽子を目印にみんなが協力してくれてた今までみたいなね。麦わらのルフィを援護しろとか、レイリーとかもクロッカスとかも含めてみんなが協力していってたみたいなのあるんだけど、でもその仮免許だったらその麦わら帽子自体には意味がないじゃん。別にそれは麦わら帽子じゃなくてもタトゥーでも何でもいいわけじゃん。アクセサリーとかでも。でも絶対に麦わら帽子じゃなきゃいけない様相を呈してきているというか、麦わら帽子を傷つけられてバギーにガチ切れしてぶん殴ったルフィとか、それを直したナミさんとか、頂上戦争でもエース殺されて重傷を負ったルフィみたいなのが麦わら帽子が地面に落ちちゃってた。でそれを拾ってわざわざバギーを返してちゃんと返したっていうさ、絶対に持ってなきゃアウトぐらいの感じするよね。戦い終わったら必ずあれ帽子はみたいなのを大田先生は差し込んでくるんですけど、ルフィと麦わら帽子の関係性みたいな肌身離さず持っている様子をかなり描いていくんですけど、その全てが意味があるというか、じゃなきゃダメだっていう、プーズ風の斜め下のコマのこの描写、ルフィに新聞的ななんか書類を見せながらシャンクスがこう麦わら帽子なんかこんな感じで話してるみたいなね。麦わら帽子死ぬほど大事説、想像の100倍大事説。ロードトゥーラフテルにはそのニカ尊敬に意思があり、極卒銃は意思に取り込まれてしまったっていう言葉遣いがあったんですけど、ってことはルフィはニカモードになって、誰だお前はって言われて、俺はモンキー D ルフィだって返してまあ安心したみたいなねところがあったんですけど、どっかではニカに取り込まれてしまうケースがあるんじゃないか、その時のために麦わら帽子があるんじゃないかみたいなね。多分346さんのさっきの話はそういう感じだよね。ルフィの体の大きな異常またはニカの意思による乗っ取りなどを防ぐためのアイテム。防がないとどうなるんだろうね。傷つけられたらガチ切れするぐらいぶん殴るとか、ルフィニカになるとか知ってて自分でゴムゴムとか言ってたのかな。どうなってくるよなこの描写。この海で自由なやつが海賊だとかもうなんか泣けてくんだけど、もう俺は世界をひっくり返す運命のレールの上に乗ってるけど、それに抗おうとしてるみたいな少年の話なのかな。俺はニカにならなきゃいけないっていうことも知ってるし、麦わら帽子を肌身離さず持ってなきゃいけない、その日のためにみたいなね、世界をひっくり返すためにとか。怖いなぁ、もう田先生どこまで、ルフィにどこまで背負わせんのかが。いやちょっと麦わら帽子には要注目だよ本当に。田先生の直筆コメントが出てね、シートベルトをお締めくださいとか、25年の下ごしらえ終わりました、ここからが本当のワンピースですみたいな話があるんですけど、それが真っ白の紙に描かれてるんじゃなくて、シャンクスが麦わら帽子をルフィに託しているところなんですけど、麦わら帽子だわ今一番気になるの。ワンピースの正体に関しては考察するんですけど、ガチで考察今しなきゃいけないのこれ麦わら帽子だなって思って、麦わら帽子がどんな意味を持ってんのかみたいなさ、麦わら帽子ガチ考察案件だなこれ。本気出して挑んだら何かしら納得できる答え出そうな感じするな。マサさん600人ありがとうございます。オーズは太陽に近いからいつも帽子が焼けている、それをエースがワノ国の傘をプレゼントしますよね。この状況で白星も大きいからルフィと森を冒険するとき普通の帽子だと焼けちゃうと思うんですよね、そこでワノ国仕様の大きい帽子を被るんじゃないか、それがマリージョアの麦わら帽子なので。確かにあのマリージョアの麦わら帽子、白星が被るにしてはちょうどいいサイズかもしれないですよね。なんか俺あの巨人族が被るにしては小さいなと思ったんです。イム様のサイズ感がちょっと分かんないんですけど、まあ、イム様があのちょっと子供ぐらいのサイズ、シュガーのリンクキャラっていう考察もいっぱいありますが、イム様がシュガーと同じぐらいで、でマントでこう長い頭のやつを被っていると仮定して、あの構造を見るとまあ普通の人が被るよりは大きいのはまあ間違いないんですけど、ルフィが被るにしたらもうブカブカなのは間違いない。ただ巨人族が被るにしては若干小さいのかな、今このご指摘いただいたこの白星って多分まあ普通サイズと巨人族の間ぐらいの大きさだよね。で言ったら白星が被るサイズにはちょうどいいんじゃないかみたいな。このワンピースの正体もそうなんですけど、とにかくジョイボーイが直接謝罪文を送っているのが人魚姫宛てなん でとにかく人魚姫っていうのがワンピースの正体とかラフテルに置いてある莫大な宝に、まあ、関わってくる可能性が高いと私はあの踏んでるんですよね。